最後、側にいたかっただろうな、兵役中のテテのことを思うともっと悲しい。ちゃんと会えたかな、写真。最後、側にいたかっただろうな、BTS、V がアップしていた4ンとの写真。こんな時側にいて欲しい仲間は離れ離れ、タイムラインが4ンで溢れてた、可愛いし悲しいよ。BTS、V の愛犬4ン。BTS の V が、12月2日、 インスタグラムストーリーズで最近、4탄が犬の星への長い旅に出ました。どのように話せばいいかたくさん悩みましたが、今までたくさんの愛を送ってくださったアーミー、BTS のファンの通称、の皆さんにもお話しするのが正しいと思い、お知らせすることになりました、と愛犬が亡くなったことを明かした。V さんの愛犬の4탄は、黒のポメラニアン。 2017年の末に飼い始めた時から溺愛していました芸能ライターイカドを2023年に発売した V のファーストソロアルバムレイオーバーのジャケット写真になったり4ン,ンのグッズが出たり韓国の音楽番組に V と一緒に出演したりと BTS ファンのみならず k p o p ファンなら誰もが知るマスコット的存在だった4ン,ンは先天性の病気を抱えていて2度の手術を受けたが 薬で延命を図るしかない状態だと V さんは話していました。体が弱いヨンタンのことをいつも気にかけていた印象です。ヨンタンにカードを送りたい。さらに韓国の雑誌のインタビューでは、感謝の気持ちを込めてカードを送るなら。という質問に、大変な状態なのに、耐えてくれて、生きていてくれてとても感謝してる。余生は共に、楽しい思い出をたくさん作りたい。そして、 大人になった4ンをぜひ見てみたい、と、4ンにカードを送りたいと答えていた。人様の犬の旅立ちにこんなに涙があふれるとは思わなかった、4ンは世界一有名なポメラニアンでみんなに愛されて、幸せでしたね、てても大丈夫かな。良い相棒、良い仲間でしたもんね、V さんの除隊予定日は来年の6月10日。6月21日にはメンバー全員が除隊される予定で、 2025年中の活動再開を目指しています。兵役中に最愛の4ンを亡くした V さんに心配と励ましの声が上がっています。全員が除隊されるまであと約半年。これ以上心配事が起こらず、無事に BTS が活動再開を迎えることを祈りたい。